いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちらのね、傾斜ね、はい、こんな感じで振り仮名振ってますけど、傾斜をこちらのね、はい、焼酎のペットボトル4リッターと、あとこちらね、500のペットボトルが、5本ありますけどね、こちらに詰めていこうかなと思います。はい、ね、こちら今10キロということなんですが、はい、砂のね、10キロはおよそ 6.6 リットルということらしいので、はいね、実際それぐらいになるのかっていうのもね、確認しながら、ね、やっていこうかなと思います。まあ、ということで 6.5 リッター分のね、まあ、ペットボトルがありますよということで、これね、今何をやるかということなんですが、ある現場で、インターロッキングをね、ちょっとやったんですが、目地のね、ちょっと充填が悪いという形が、まあ、あるようで、まあ、それをね、またちょっと、行って詰めて、そしてね、これでね、トントントンと叩いてこようかなというのとね、まあ、ちょっとね、こちら今2丁化けなんですけど、まあ、1丁化けっていうんですかね、半分のやつの絵付きのやつで、まあ、さささっとこうね、まあ、やってこようかなというところで、まあ、このままね、袋のまま持っていくと、まあ、大した、もうほぼほぼ一握りっていうかね、まあ、その程度か、まあ、もしくはこの程度かね、なので、まあ、ね、これをね、買った、こととしては、まあ、これしかね、売ってなかったんでね、もう少し少ないタイプあればよかったので、これで800円ぐらいですかね。まあ、なので、後々の管理のことも考えると、ね、詰めておけばいいのかなというのと、あとね、まあ、場合によっては、これね、お客さんにお渡しして、まあ、もしね、目地足りないところがあれば、さーっと入れてくださいという形をね、取ろうかなというふうな意味合いで、これ4リッターと、ね、あとはこちら500のペットボトルを用意したというところです。はい、いうことでね、これ今ちょっと中まだね、水が溜まってる状態ですね。わかりますかね。はい、ちょっとね、これまたエアをね、注入して乾燥させましょう。いきます。はい、どうでしょうかね。はい、なんかどうですかね。水気なくなりましたよね。はい、いいですね。で、こんな感じでね、エアをぶち込むと水気取れますんで、いきます。はい、ね、今これコンプレッサーになってますけどね、下の方からこれね、バンバン出てます。はい、まあもうこの程度で全然 OK かなと思います。はい、ではね、早速詰めていきますが、はい、ね、こちら今お酒の、ね、はい、ケースね、こちらちょっとお客さんからいただいたやつなんですが、はい、こちらにこうね、ペットボトルを置いて、そしてこうね、入れていこうかなと思います。はい、では、ね、ちょっとね、これ今コンセントがね、今、作ってしまったんでね、コンセントの中にこちらね、水というか砂が入ると、まあちょっとね、あとで問題が、まあ後でね、エア打ち込めばいいんですけどもね、一応こんな感じでちょっと塞いでおきましょう。はい、で、ね、こっから直近としたいんですがね、性格上やっぱり上の方からやっていこうかなというところで、はい、よいしょね、こんなところで、はいね、まずこのぐらいで切りましょうかね。どうでしょうね、こんな感じで直近しました。では、はい、行きましょうね。どんな感じになっていくかね、サラサラとしたね、乾燥した砂なんで、はい、どうですかね、こんな感じで、ああ、いいですね、砂時計みたいにね。ただちょっとね、もう少し勢いよく入ってもらいたいですね。なので、ちょっとね、これだと、あの、日が暮れるったら、あれですけども、もう少しね、こうね、大きくしましょう。はい、ね、絶対こぼしたらダメなんでね、こぼさないようにだけします。はい。はい、いいですね。はい。とにかく、ね、これ乾燥して、ね、サラサラっとした状態なんでね、やっぱりね、こういう上下ね、ないとやっぱり、あまりね、綺麗に入りませんのでね。あっと、おっとっと、やばい。
ね、おっとこんな感じになっちゃいますんでね、少しこれね勢いよくいくと詰まっちゃうというのがねよくわかります。はい、ね、でこうね詰まりますけどね、まあそこそこ入ってくれてるのかなということで、逆にねこちらになるとまたよりね細いんで、やっぱりねこちらの太い方がやっぱりいいんでしょうね。さあね、予想通りその 6.6 リッターなのかどうかね。はい、結構まだおまだはいね、もうちょい勢いよくというかね、まあ水じゃないんだね、なかなかそれは難しいとは思いますけどね。はい、こうね振動を与えながら、はい、もうね砂時計の感覚ですよね。はい、でこうね、まあやり方としてはね全然いいですよね。ああ、こうね勢いよく入れると詰まっちゃうんですけどね。よし、まあやり方としてはこれがね最適な方法ですよね。でとね、こう様子をね伺いながら、あとね下の方もこれ結構ね溜まってきてますんで、はいね、確かにこのね4リッターではやっぱり足りないっていうのがね分かりますよね。はい、とにかくこぼしたらいけませんのでね、この よく下をね見ながら、はい、おお、ね、はい、どうでしょうね。なのでこのね大きなペットボトルを現場に持ってく必要はねないかなと思いますけども、はい、どうでしょう、もうこれいかないんでね、これでね一度、はい、ストップという感じなんでしょうね。はい、でもうちょい入れたいですね。はい、これねこんなね砂をね、こういうペットボトルに詰めるなんていう作業をね今までしたことはねないんで、ちょっとねこれでいいのかは分かりませんけどね。ただもういやサラサラすごいですねこの砂がね。はい、でああいい感じじゃないですかね。はい、でもうこれで一回やめておきましょう。はい、ということでこうね焼酎のねペットボトルにねまずとりあえずね入れてみましたということでね。はい、いいですね。はい、まずね一つで今度はねこれねちょっと上げてみてもちょっとね低いかな。はい、ねでこれでね今度同じようにねやっていきたいんですが、はい、ちょっとね安定が悪いんでねどうでしょうね、もうちょっと安定のいいね、本来はこうねレールかなんかね置こうかなと思ったんです。あ、これ逆に、あ、待ってよ、これいいですね。はい、今分かりましたね、これいいですね。はい、今これの素晴らしさを気づきました、ね、はい、いうことでねこれ絶対倒れませんよね。はい、はい、素晴らしいねの今ね気づきました。はい、でちょっとね何でしょう、砂がサラサラだったような砂がちょっと少し何でしょう湿っぽい感じがしますけど、気のせいでしょうかね。はい、これめちゃくちゃ、あ、ちょっと待ってくださいよ。はい、ちょっとね溢れるかな、
はい、あ、こうね、指で、はい、指でね、押さえました。はい、ね、ここ最後ね、綺麗に掃除機かけますんで。はい、いうことで、これね、一つ、トントン、トントントンってすると結構、いきますね。これ、まあちょっと、一応閉じときましょう。はい、まずね、この砂をペットボトルのね、こちら500に入れるときに、酒瓶の、このケースっていうんですか、それの裏側に、入れると、めちゃくちゃいいっていうのがね、今、わかりました。はい、ということでね、こう上に置くとちょっとね、やりづらいっていうのがね、ありますんで、やっぱりちょっと下でね、やりましょうか。ね、まず、これ素晴らしいですよね、2個同時に。ね。はい、ね、やりながらこうね、いろいろ勉強するというね、ところで。はい。で、こうね、まず。それで、先ほどね、トントンしたら結構入ってたんで。はい、ね。で、ここでまずね、やめときましょう。で、おっと、ね、上まで来ちゃったんで、はい、これね、またさっきみたいにね、トントン。トントンしても入っていかないというときね、これ、こうね、指でこうやって押さえる。ね。で、こう。はい。で、トントン。トントン。トントンすると結構下がってきますね。はい。でね、まず、二つね。ちょっとね、倒したら大変なんで、ちょっと、おっとっと。これね、炭酸水のね、まあ、ボトルなんですけどもね。まあ、普通のね、お茶のボトルでもいいんでしょうけどもね。はい。ということでね、ものすごい、やり方をね、今、はい、ね、発見しましたけどね。はい。まあ、もうね、とにかく いっぱい入れて、そして、おっとっと、これでね、トン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 。ああ、いいですね、今回はね。はい。今回は、ぴったり。いうことで、なんでしょう。このね、6.6 リットルというね、はい、ね、話が、もしかして、合ってるのかどうかっていうのがね。はい、ちょっとね、最後、今ね、こう来て、こちらにね、これ、ここまで来たらなんか、ちょっと、だいぶ多いですよね。はい、そして、こちらもね、トントンってちょっとやってみましょう。はい、ね、だいぶ下がりました。はい。で、まずね、こう。こうね、はい。下でしゃがみながらね、やると分かりやすいのかなと。はい。で、ここで一回ね、一回トントンしましょう。はい、ね、これ素晴らしいですよね。絶対倒れない。ね、で、2個同時にできると。ね。はい。これはもう最強の詰め替えのね、ホルダーというか。はい、今度はね、もう結構ギリギリ入れちゃいましょう。はい。あとは、ね、もう本当に満タン。ここね、口まで。はい、もうね、これ以上入りません。ではね、こっち行きましょう。はい、ああ、やばい、これね、ちょっと、ああ、いいですね。もうちょい。はい。これをやれば、ひょっとしたらね。あ。
もうね、これで OK にしましょう。はい、これね、2つよし、これでねがっちり蓋を閉めますね。なんか綺麗ですよね。はい、ということでこれね、まだ入りますんで、これねドンと置いて、そしてまだね追加で入れていきましょう。はい、おっとっとっと、これちょっとね量多かったかもしれませんね。はいね、これはね 6.6 リッターっていうのが、ただねこれ10キロかどうかっていうのもね、まあ量がね多く、まあこれキロ数も測ってませんからね、これただ信じて、ただねこういうもの量多くやっちゃうと、まあ配達するときにね、まあパレットの上にねこう積んでくるんでしょうから、やっぱりね、まあこれちょっとね10キロが11キロあるとまたいろいろね問題だとは思いますんでね。はい、よし、でおっとおっとっとおっと、はいね、これも簡単で、もうこれもちょっとねっていうことでいくと、あ、危ない、よしで、はい、これねトントンと、はいね、こんな砂をね詰め替えをやる人なんかね、こう YouTube でやってる人なんかね、多分私ぐらいだと思いますけどね。はい、で最後ねこちらこれね入れて、はい、でこうねいきましょう。まあ結果的にペットボトルもう一つ必要だったというのがね、まあ分かったかなというふうに思いますね。はい、もうちょっとねあまりねこんな詰めてるのを見てもしょうがないと思うんで、これちょっとね口上までまだねないですけど、はい、であとねこれ最後ねこちらまだ入りそうなんで、これにね入れていきましょう。はい、もうね砂結構入ってるんで安定してるんでね、この状態でやりましょう。はい、ね、はい、もういいとこでですね。はい、もうこんなもんでいいんじゃないでしょうかね。はい、ということでね、焼酎もこれね、まあ満タン、あ、大体そうですね、このぐらいは入ってますかね。まあということでこれ直接ね、直接やるにしてもやっぱりちょっと塩梅悪いんで、こうですね、こうね、はい、いいですね。はい、もうね、はい、まだ入る、まだ入りそうですね。はい、もうこの辺でやめていきましょうか。はいね、まだなんか入りそうですね。これね一番上までやってみましょう。はい、もうこれ以上やるとちょっとダメかもしれませんね。はい、なんかねまだ入りそうなんで、せっかくなんでねやっていきましょう。はい、おお、いいですね。はい、あともうちょい。はい、もうこれでね多分終わりだと思います。はいね、こんな感じで、おっとこれね、はい、ということで、はい、残りのね砂の量をちょっとチェックしてみましょう。
ね、これ結構砂落ちてますけどね、後で掃除機とかね、かけます。はい。まあ、こんなもんですね、残ったの。おそらく、ペットボトルもう一本で、ね、500のやつで、はい、十分。まあ、おそらくこのぐらいかな、なんていうイメージですかね。はい。なので、10キロは 6.6 リッター。まあ、じゃなくて、まあ、7リッターぐらいなのかな、というのがね、今回分かりましたと。あとね、はい、酒瓶、こちらね、ひっくり返すと、こうね、こちらがね、こう、入るというのが、ちょっとね、今知ったよというところで、これめちゃくちゃ入れるときには安定してますんで、まあね、酒瓶のね、このペース持ってらっしゃる方ね、まあ裏側見てみて、あ、ね、使えると思ったらね、使ってみるといいのかなと思います。はい、てなわけで、ね、傾斜、ね、こちら、インターロッキングのね、目地、詰める、ね、ためのね、これ持ってて現場でね、こうやればいいだけなんでね、はい、まあ、ただこれだけのね動画だったんですけどもね、まあこれは別にもう実際現場でねやる話なんで、あの作業してくるんで、まあこれをやらなきゃいけないっていうことだったんでね、まあしっかり、詰めましたということになります。はい、てなわけで以上、ご視聴ありがとうございました。